変身。はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーセイバー変身ベルトデラックス暗黒拳暗闇&邪剣カリバードライバーです。はい、第1話から登場してる仮面ライダーカリバーの武器とバックルセット来ましたね。ソードライバーと違って抜刀アクションではないんですが、ここにリード部分があって、ブックを読み込ませてからバックルにはめて剣のグリップ部分で押して展開っていうおしゃれな変身方法を取ってましたね。そして個別認識可能な敵側の変身ベルトですから、要はエボルドライバー的な立ち位置のデラックスガングですが、発売早いっすね。もうこういうものもポンポン出るんだ。ソードライバー同様に一通りのブックに対応してるんですよね。そして変身者は元ソードオブロゴスのケントのお父さんって話でしたが、変身時にも顔が出なかったりとか、スーツ姿だったりとか、ケントのことを気にする素振りもなかったので、いよいよ変身者が誰かわかんなくなってきたね。で、本編通りの手順で遊ぶことができますし、ほら、闇音声がリードで鳴るんですよね。バットアクションもいけるんだ。ではレビューしましょう。サウンド的にも大塚明夫さんボイスがちょっと低めに加工してあるとか、そんな風に聞こえましたが、実際はどうでしょうか。剣のサイズとか、あーなるほど、やっぱソードライバーの聖剣ソードと同じぐらいなのかな。ただブレード部分のゴールドとかグリップ周りのダークパープルとか、いちいちかっこいい。ここにあれか、カリバーの鉄仮面がデザインされてるわけか。普段だとメッキでライダーズクレストが入るんだけど、そういうのもないっすね。で、リード部分と発光部分で、こっちのバックル側は、あ、なるほど、ちょっとエイムズっぽいアイテムかも。ショットライザーのさ、ここのベース部分ちょっと思い出しますよね。でも一回り今回の方が大きいと。サイドベルトもパープルで、ベルト止めも色違いでパープル。そしてジャークドラゴン、これがさ、ブレイブドラゴンの絵柄とほぼ同じなんだよね、ブックのレイアウトが。ほら、でこっちは鉄仮面を、カリバーと同じようなものを被ってる状態だ。ってことで中身はこうなってて、ジャークドラゴンワンダーライドブック、邪剣カリバードライバーバックル、暗黒拳暗闇、サイドベルトが2つとベルト止め。まずカリバードライバーバックル全体ぐるっと見回すとこうで、これはここにスピーカー穴があるけど、電池は入んなくって、あ、なるほど。ワンダーライドブックのスピーカーの音がここから入って、ここから抜けるように作ってあるんだ。で、上からは展開スイッチがあって、ここ押されるわけね。これどういう仕組み？こうして、あ、へえ、こんなワンプッシュで、あ、綺麗に開くんだ。ブラックの光沢のある成型色をベースに、ここでワンダーライドブックを出し入れできますし、すごいガチッとはまる。脱着も簡単で、一部塗装がされてて裏側まできちっとデザイン入っております。ここの押し心地なんかもかなりいい感じ。 LR の位置からはめて、ベルト止めで止めれば OK と。そしてホルダーを使う場合は別売りのやつをはめてあげれば OK と。ちなみに本編でもホルダーはサイドについてますね。はい、これでまずはカリバードライバーが完成と。ここのブラックがいい感じに色合ってますね。はい、こうで、今回の本体にはホルダーはつきませんからね。一応ソードライバーのバックルと大きさ比べるとこうで、こっちは3冊までマックス入りますが、こちら側は1冊が最大ですね。そして剣側の暗黒剣暗闇、相変わらず当て字がすごくってパッと見は読めませんが、はい、全体ぐるりと近づいてみるとこんな感じで、発光部分とリード、そして
トリガーもありますね。トリガーの感触めちゃくちゃいい。そしてここが、あ、スイッチになってるんだ。本編ではここを使って、あ、ここにもカリバーのフェイスがある。バックル側のボタンとここ位置合わせて押し込むことで変身完了でしたが、ちゃんとここに反応するスイッチがあるわけね。で、電源とスピーカーですね。聖剣ソードのようなエンブレム交換はありませんが、左右非対称になっているのは、ソードライバー系のライダーのグリップ周りと似たようなレイアウトで、うん、かっこいいですね。長さはほんと、ちょうど同じだ。ただシンプルな剣形状に対して、これはノコギリの刃のような敵を傷つけるありきの造形になってるのがすごいですね。竜の牙とかそういうのをイメージしてるのかな。で、ゴールドの成形色の周りにゴールドの軟質で危なくないようにパーツ構成されてます。ちなみに長さで言うと、本当聖剣ソードとは全く同じで、やっぱ怒号剣激闘がデカすぎることがわかりますね。そして付属のワンダーライドブックは、ジャークドラゴンワンダーライドブック。全体ぐるりと見回すとこうで、ダークパープルが成形色いい感じに光沢出てますし、表紙にはカリバーと同じような鉄仮面状態の邪悪なドラゴンがいると。これがブレイブドラゴンと全く同じ表紙レイアウトになってますね。ここの文字のフォント自体も同じなんだよな。やっぱ関係性があるんでしょう。で、真珠枠と。そして展開すると、あ、ここもドラゴンのこの曲がり具合とかも同じっすね。そしてライダー文字があってサウンドも確認しましょう。渋。大塚明夫さんボイスにエフェクトをかけてるのか、また声が変わってるとか。かつて世界を包み込んだ暗闇を生んだのはたった一体の真珠だった。なかなかやばいやつ。あ、でも大塚さんボイスっぽいね、やっぱ。では音声確認も行きましょう。電源オン。暗黒圏暗闇。お、すげえ。暗黒圏暗闇。同時に発光するね。暗黒圏暗闇。まずはトリガーで。はい、剣撃音。これは一種類だ。長押ししても特に変わらず。で、下側にもう一個ボタンがありますから、押しても、リードしない限りは、ここ反応しないのか。普通に、あ、剣撃音だ。へぇ。で、ここにリード機能がありますから、ジャークドラゴンリードすると、変身待機音だ。ジャークリード。え、じゃあこれが他のやつだと？あ、闇の待機音は変わらずに、ジャークブレイブドラゴンとか言って、ここの発光が同時に変わる。ジャークアランジーナとか、すごい！あ、なんでもいいんだ、本当に。これは本当、めちゃくちゃ遊べるやつですね。じゃあ、変身遊び行きましょう。手順としては本編のカリバー通りで、まずはリード部分に、ジャークドラゴンワンダーライドブックをリードして、待機音が鳴ったら、ここに刺して、そして、ここのボタンと、ここのベルト側の上のボタンを、こうやって押さえると。そうすると変身完了ですね。では行きましょう。
変身。いや、変身音渋すぎ。はい、これで仮面ライダーカリバーに変身完了。正確には仮面ライダーカリバー、ジャークドラゴンか。そして闇のサウンド感半端ない。暗闇翻訳とかいろいろ言ってましたが、変身音全部こちら側から流れますね。まあ当たり前か、こっちはバックる音なりませんしね。要は聖剣ソードと同じ作りってわけですよね、そういうところまで。そしてジャークドラゴンのワンダーライドブック展開状態のカリバーのかっこよさ。鉄仮面部分から目が光ってて右腕をこう上げてると。あ、でもこのレイアウトってブレイブドラゴンと同じですね。ここでもページめくった状態の絵柄のレイアウトが一緒なんだ。へえ。やっぱなんか秘密がありそう。で、ここはロックして押すとこのように綺麗に開くと。リードして待機音中にここのボタンが押されることでこっちでもいいのかな？ソード側から変身音が鳴るってわけね。あとプッシュ必殺音も鳴りますよね。うん、バッチリ。ここからうまい具合音が抜けるな。変身音的には月光暗黒斬撃ジャークドラゴン、暗闇翻訳光を奪いし漆黒の剣が冷酷無情に暗黒竜を支配する。これを踏まえてジャークドラゴン変身をもう一回聞きましょう。サウンドがこんな闇闇してて仲間になるとかあるのかな。で、変身状態からトリガーを引くと、あ、変わらずか、斬撃音変わらず。で、必殺はブックリードがありますから、必殺時はただのリードじゃなくってそのまま長リードだって。置きっぱなしってこと？すげえ、サウンド変わった、長押し的な感じだ。で、この闇のパイプオルガン。習得一戦とかもちゃんとなるわけね。ターンリードじゃなくって長リードってのは珍しいね。チャージに変わりますもんね。すごー。あとは3回リードで超必殺。これも最初は長リードしてからその後は単リード。要は必殺リードが鳴った後はもう短めのスキャンで OK と。お、習得参戦とか言ったじゃん。じゃあ、ジャークドラゴンを使わずに、長リードは？あ、問題なくいけますね。
あ、そのままグリーン発光継続なんだ。これはなんかいろいろ遊べそう。なるほど。一冊目も、ジャークドラゴンじゃなくてもいいわけですね。じゃあ二冊とかは？あ、ちゃんと2冊必殺技もいけますね。これめっちゃ遊べる。え、じゃあ抜刀もいこう。聖剣ソードと同じでここにレーンがありますから、レーン1合わせてセットしてトリガー。あ、毒語一戦バッチリなるね。そして対等状態のまた、かっこいいこと。でもここ、トリガーとこっちのスイッチが同じ役割をしてるっぽいので、この状態で押してもこちら側。ほら、やっぱいけるんだ。要はこれを踏まえて、ジャークリードから、で、トリガーそのまま押しても変身音が鳴ると思うんですよね。あ、やっぱそうだ。厳密に言えば、こっちのバックルを使わなくても、変身音は楽しめるわけね。なので、ここは、どんな、ブックでも、OK なわけだ。ただ、左腕とか、だけだと寂しいので、やっぱり真ん中、生物系か、真珠系が、合うって形ですね。あ、これ今、食玩ガシャポン系だ。コレクタブル系も要は問題なく組み合わせて遊ぶことができます。むしろこっちバネが入ってるから、すごい勢いよく展開する。こういう遊び方ね。あ、でもなんか脱着、硬いな。やっぱコレクタブル系は。で、このジャーク音声が要は、レジェンド系をリードすると敵のサウンドに変わるんでしょ？どんな感じ？あ、マギアだって、意外、アークとかじゃないんだ。あ、こういう風に遊べるらしいので、ちょっとこれはまた別の動画で、発売済みのレジェンド系と組み合わせて音声確認してみましょう。なので、今一度、今回のセット一通りサウンド鳴らすと、起動音。ストーリー。かつて世界を包み込んだ暗闇を生んだのはたった一体の真珠だった。で、剣側から電源オン。剣撃、どっちでも OK と。リード、変身。
そして長リードで必殺。長リードプラスリードで2冊3冊。必殺リード逆ドラゴン。必殺リード逆ドラゴン。暗闇必殺撃習得未遂。これが一通りの遊び方って感じですね。やっぱ複数リードした方が LED 発光多色発光綺麗で遊び的にも面白いな。あと抜刀だ。こんなところだけど、あと抜刀がホルダーでできるってことはバックル、聖剣ソードライバーのバックル側にこれはめること普通にいけるんじゃない？後ろ側にレーンあるし。やってみようってもう言い切る前に、非対応です。はまんない。え、なんで？ああ、ここの膨らみ、数ミリの。ああ、考えられてるな。ちゃんと、組み合わせられないように。できてる。ここはダークライダーだからこその期待用なのかな。あ、はまんないっすね。まあでもこれだけリード機能があれば本当めちゃ遊べますね。あとソードライバーみたいにこの状態で、あ、リード必殺はいけないか。やっぱリードは正面こうじゃなくってこうじゃないと、あ、ダメなんですね。はい、ということで仮面ライダーカリバーの変身アイテムの暗黒剣暗闇と邪剣カリバードライバーを紹介しました。セイバーは多人数ライダーってこともあって、これまで大量の変身ベルトというか変身アイテム系発売しましたが、ワンダーライドブックの個別認識機能っていうと聖剣ソードライバーしかありませんでしたから、ダークライダー枠で今回のリード機能搭載はかなりいいですね。しかも闇のサウンドが、邪悪なサウンドが鳴ってソードライバーと違う読み込み音が楽しめますので、本来であれば後半に投入されるようなダークライダー変身アイテムのような気がしますが、セイバーはとにかく展開が早くって、話もなんか情報量もてんこ盛り感ありますので、このおもちゃの出し惜しみしない感もめっちゃいいですね。ただカリバーの正体がいよいよ分かんなくなってきたので、一体誰なのかってところがめっちゃ気になるな。やっぱケントのお父さんなのか別のキャラクターなのか本当分かんないですね。以上、仮面ライダーカリバーの変身アイテムの変身ベルトデラックス暗黒剣暗闇&邪剣カリバードライバーの紹介でした。